はい。というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、えー、来るこ拒まずお送りします。パーカッションのワークショップです。高峰がお送りします。よろしくお願いします。じゃあちょっと聞きたいんですけど、皆さんに、あの、リズムって何だと思いますかまあ、各々自分の思った感覚で、ぜひコメントしてみてください。リズムって何ですかって言われたらどう答えます 人それぞれね、あの、理解があると思うし、僕の理解っていうのもありますけれども、今回ね、あの、一応、まあ、僕はこう考えているっていう、僕の考えプラス、まあ、一般的に、まあ、みんなが理解しやすいのではないかっていうようなね、あの、ちょっと提案をしていきたいので、まあ、絶対のものではないっていうのね、あらかじめ言っておきます。はい。出しまーす。じゃん。はい。ま、あ簡単に言うと、周期性があるものといったところです。 周期性っていうのは、えー、繰り返すということですね。繰り返す。このポリリズムという、まあ、こう、ループしてるとか、続いていく、えつ、ー、ながっていく周期があるというものですね。すごい大きく捉えると、あの、地球の時点というのがありますと、地球ってね、回ってるんですよって皆さん知ってました。地球ってね、回ってるらしいんですよ。で、この地球のね、 回ることによって太陽が昇って落ちてを繰り返してるわけじゃないですか。これ周期であると。はい。で、太陽が回ってんのかと思いきや <laughs>、地球の方が回ってたっていうね。地球の公点。太陽の周りを地球が回ってるらしいんですよ。で皆さん知ってました地球も回ってんだけど、さらに太陽の周りを回ってると。これ周期なんですよ。繰り返してるわけね。はい。 で、似たようなところで、潮の満ち引き、みたいなのもありますと。ザーって言って、ザーっ寄せては引いての、えー、潮の満ち引き。これも、周期、ですね。繰り返してますね。その、波音なんていうのは、もう完全にこれは、海のリズムっていうか、自然のリズムっていうか、まあ、潮のリズム。まあ、地球規模っていうかね、宇宙規模で見ると、そういう周期性。 えー、繰り返しているものがあります。で、身近なところで言うと、やっぱりね、あの、おっしゃっていただいた方いますけど、鼓動ですね。えー、ハートビート、ドックンドックンって。心臓が、絶えず、周期を、生んでいる。繰り返して、なっている。働いているわけですね。これ、周期がないと、えー、不調を訴えたり、まあ、生きてられない。活動してられないですよね。はい。で、よくね、その、リズム感が、 ないんですみたいなね。あの、リズム感ないんですっていう方非常に多くいますけれども、そもそもね、リズム感がないと歩くことすらできませんから。はい。まあこれね、歩くっていうのも、これ周期なんですよ。繰り返してるわけね。周期性がない歩き方をするとどうなるかっていうと、まあそもそも進めないと。歩けないと。 なので、歩けてる、えー、進めてる、えー、走れてる、踊れてる <laughs>、えー、という方はね、まあ、そうじてリズム感ありますので、何も悩まなくて大丈夫です。はい、えー。基本的にね、その、周期性があるもの、えー、繰り返してるものって、絶対的なものではないんですよ。毎回必ずそうなっているっていうのは、毎回必ずそうなるように人間が感じているだけでございまして、 一ねこう絶対的に繰り返されているようなことでもそれはね相対的というかあの揺らぎがあるというかちょっとね曖昧さを含んでおります地球にしても太陽にしても宇宙にしても潮にしても人間の鼓動にしても、えー、走るとか歩くということにしても絶対的な周期を生み出すことは不可能だから絶対なものなんて存在しないっていう 理解をしていいいただくとといいかなと自転車ってペダリングのことあ、そうですね。<laughs> まあこれはその人間の動きでパッと僕が思いついたものなんですけれどもこの周期性を感じられない、えー、つまりこう <laughs> 繰り返す感覚っていうのが得られないとそもそももう自転車が焦げません進めませんまあさっきの歩くと一緒ですね周期性が感じられないと歩けないんですよ並びに自転車なども漕ぐことができない はい。だから自転車漕げる人はね、あのリズム感ありますから大丈夫です。はい。で、縄跳びの方がもうちょっと難しいかと思うんですけれども、まあ自分でね、飛ぶっていうのもありますし、なんか子供の時大縄跳びみたいなのありましたよね。これも周期じゃないですか。この周期を感じて、この自分のタイミングで測って、飛んで中に入るみたいなのが、まあ実例としてはありますっていう感じ。人間の活動の中では。 はい、でまあものすごくね曖昧なものなんです。こう絶対的に思えてもそれはあくまで人間が絶対に違いないって思ってるだけのものっていうかね、えー、すごく揺らぎがあるものなんです前提として。はい、でそれをまあちょっとね曖昧なものだと扱いづらいから目に見える形にした、えー、さも絶対的なもののようにですね捉えようとしたものが 時計。なんですね時計時間と言ってもいい。時間。はい。時間という概念は、え概念で言っちゃったけど、時間っていうのは概念なんですね。時間なんてものは存在しないわけですよ。ただ、この繰り返している日常 <laughs>、生命活動、地球の活動を、ま、目に見えて分かりやすく捉えるようにしたものが時間であり、時計っていう感じです。で、メトロノームも同様ですね。メトロノームも時計と言っていいでしょう。はい。 だから、うん、なんて言うかな。まあ、曖昧なものを、こう、目に見えるようにしたものもあるよっていう感じです。で、現に我々心拍数って、あの、使っている、まあ、心拍測っている方もね、いるかと思うんだけども、心拍数っていうのは、この人間の行動、非常に曖昧なものを見える化したものですよね。我々がね、あの、やっている音楽っていうものも、 基本時間に対して存在しているわけじゃないですか。時間がないと音楽っていうのは存在しないっていうか、時間とともにありますよね、音楽って。で、この時間感覚、まあ、時間っていうのは概念なんだけれども、まあ、それをこうどういうふうに捉えるかっていうのは個人差があるわけなんですね。人によってこう時間が経つのが早く感じたとか。 シチュエーションによってね時間が経つのが遅く感じるとかまあひどく曖昧なもので、えー、捉えられないものでありますから、まあ、その上で成り立っている音楽っていうのはね、まあ、当然曖昧なものですと当然人によって感じ方は違いますというところですねはい、まあ、これはね時間が影響してるんじゃないかなっていうのが私の個人的な意見というか感想ですね そそうそう時間の芸術ですね。刹那の芸術が音楽なんですよ。まあそれゆえにね、尊いというか、美しいというか。はいで、この、まあ、漠然としてるもの、曖昧なものを理解するために、自分一人だけだったらどうやってもいいんですよ。ただ、まあ、音楽っていうのはですね、こう人に聞いてもらう。 まあ自分が自分のために演奏するってこともありえますけれども、人に聴いてもらうものだし、えー、誰かと一緒に演奏するアンサンブルするものでありますから、こうね、他者と何かするってなったら、当然こう共通の認識が必要なわけでございますよ。はい。共通認識がないと、お互いがね、それぞれがまあ好きな感じたままやってたら、あの、噛み合わないっていうか、成立し得ないわけなんです。 で、まあ、共通認識するためのものが、まあ、さっき言った、こう、見える化したものですね、えー。テンポっていう言葉がありましたけれども、その速さをね、数値化したものが、まあ、メトロノームでありますから、メトロノームによってその速さが、えー、例えばテンポ120、BPM120 だったら、あ、これぐらいだよねっていうのが分かるというものなんです。で、まあ、その音楽でいう分かりやすいリズムっていうのが、いわゆる拍とか、 ビートっていうやつですね白、えー、とかビートっていう認識が、まあ、共通認識があると一緒に音楽ができるし白やビートを感じさせることができれば聴いてる人に、まあ、それってあリズムがある気持ちいいリズムだなあとリ,リズム感あるなとかね、えー、いわゆるそういう印象を抱かせることができるというものでございます。これねあの面白いでしょ面白くないですか あのみんなそれぞれ考えてみてください。リズムって何だろうってね。